いつ自分の場所を手に入れる。無視して。皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。やってまいりました、ニードフォースピードヒートの時間でございます。ということで、前回ね、このサンニー GTR ちゃん、こちらのスカイライン GTR くん、前回ね頑張ってくれました。GTR 最強伝説をまあ披露して、くれましたね。本当にお疲れ様でした。さあ、ということでやってきましたよ。今日は定期的に戦うハイヒートレースになります。はい、ということでハイヒートレース用のマシンに今から切り替えます。はい、ということでやってきました、ウラカンペルフォルマンテでございます。ランボルギーニウラカンペルフォルマンテ2018年モデル。はい、ということで、前回ですね、ハイヒートレースはランボルギーニアベンタドール SVJ63 とかフェラーリ FXX 系エボとか、そういった車で、参戦してきたんですけども、コメントとかでもですね、ペルフォルマンテ結構いいですよと教えていただいたんで、今日は、初めて買ったスーパーカーペルフォルマンテで今日ね、行きたいと思います。一応ね、もうあのパフォーマンスも結構ね、加速もナイトロも全て10と、ナイトロはやっぱり7キロナイトを1個積みました。7キロナイトロの、まあ、ありがたみってちょっとね結構あるんですよ。でハイヒートレースだったら多分ちょこちょこニトロやっても多分ね勝てないと思うんで、今日はこちらでいきたいと思います。それではね、夜間夜のストリートで、まあグイグイ言わしましょう。グイグイっていうのおかしいな、ごめんね、ブイブイだね、ブイブイ。はい、ちなみに私の方、方言じゃないですけども、カナブンのことをブイブイと言います。皆さんの周りはいかがでしょうか。ブイブイね、ブイブイ、ブイブイがいるとかね、よく言います。カナブンとかね、カナブンがいるとかって言いますけど、みんなのどうやって言うの、コガネムシっていうのかな、あの緑色の生き物。正式名称わかんないけど、はい、まあ、とにかく僕はブイブイです。ブイブイで育ちました。お、ちょっとビクトリアなんか怖い。ザリーグの特権でどんなレースがあるか見ようよ。え、ちょっとビクトリア怖いんだけど、ちょっとビクトリアどうしたん、痩せ細ってるやん、ちょっとビクトリア大丈夫。はい、ということで、ではですね、今からヒートレベルをね、3、4、5ぐらいまで、上げていきたいと思います。今日はヒートレベルの3ですね、3と5を両方に賛成したいと思いますので、まずはヒートレベルを3にしていきます。それでは早速いきましょう。はい、やってきました。まずはヒートレベル3ですね。ここから現地に向かいたいと思います。なるべくね、ポリスに見つからずに、せっかく無傷で修復キットも2のまま残ってますから、なるべくはこのままね、見つからないように行きたいと思います。もう余計な戦いはしないよ。もう戦いはもう常にレースだけということにしましょう。もう余計な追跡本当鬱陶しいからな、警察本当。はい、ちょっと待ってよ。はい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 、余計にちょっと目立つことしないように。あー、ちょっと待って、はっはっ、ちょっと危ね、目立つことしないようにね、目立つことはしないようにしようと言ったそばから、これちょっと遅えな。ちょっとこっちから行くか、こっちから行こう、ちょっと方向を変えようか。あ、でも向こう曲がっちゃったね。まあいいわ、こっちでいいや、もうこっちに進路が来たから。ほらほら、警察 U ターンしてきた。危ない、向こう行ってたらやばかったね。はい、いいですね、普段の行いがいいからね、ビクトリアはね。さあ、今から行こうじゃないか。今日はどんな熱い戦いが繰り広げられるんでしょうか。はっ、危ね。そうそう、ハイヒートレースでさ、まだ1回も優勝したことないんですよ。アベンタドール SVJ とかさ、あの FXX 系エボを使ってるにもかかわらず、1回もね優勝したことがないんですよ、まだね、このビクトリア。あの早いのなんのって、あのリナちゃんだっけ、リナちゃんが一番早いよね、今のところね。ただ一番会いたいのはパキールですね、我らがアイドルパキールですね。パキールが一番かっこいいという説があります。はい、さあ、ということで、間もなくね現地に着くんですけども、ここはもう走ったことあるのかないのかちょっと分かりません、覚えてませんけども、まあ、ハイヒートレースっていうのはもともと長距離レースなので、まあ、一番楽しいレースでもあるんですけども、やばい、来た警察や、ちょっと待て待て待て、うお、ハサミ打ち、ちょっと待て、ハサミ打ち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 、ちょっと待て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 、はい待て待て、はい待て、ちょっと待て、はい、目的地目的地目的地が、はいはい、はい、ちょっと待て。これが嫌なんですよ、これ。目的地に行くのが大変ですって、まず。ええとこにいるしな、車。車いつもいいところにいるよな。はいはい、ちょっと待ってよ。今のうち行けるか、今のうち行けるか。よしよし、いい、今のうちに行こう、今のうちに行こう。とにかくレースが始まってからやったらいくらでも警察に見つかってもらってもいいんだけど、ちょっと待って、もうええ加減にしてくれ。ポリス多すぎやって、ちょっと待って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 。ポリス多すぎ、ポリス多すぎ。ちょっと待って、ちょっと待って。おいおい、ここカットしようかな。ここカットしようかな。見つかった見つかった、
おいおいおい、もう見つかったやないか。結局もうこのまま振り切ってみせろ。これちょっと待って、もういいわ、こんなこと言うとったらもう一生始まらんで。これどこ、ここどこやった、どこ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 ですか。ハイヒートレース、あー見てない見てない、全然見てない。ハイヒートレース、どこですか、どこですか、お兄さんお姉さん、どこですか。あー、もうこういうことあるよな普通に。あ、でもおかげさまで振り切ったね。おかげさまで、おかげさまで振り切りました。ありがとうございます。忍法、忍法素潜りの術でございます。よっしゃ、おお、ちょっと待って、はい、ではでは、ちょっとガソリンスタンド一回寄りたいな。ガソリンスタンドに一回寄りたいです。ありますか。もうこれからあれだな、ハイヒートレースが始まるまではもうカットしてもいいかもしんないな。あんまり、ああちょっと一回ちょっと直しとこう。どうせだったらね、綺麗なマシンで最初にレース始めたいから。あーまた来た、もうなんじゃこれ、おいおいおい、もうちょっといい加減にしてくれよこれ、ちょっと、あーちょっと、おいおいおい、ガソリンスタンド行ったとこやで。ちょっと待って、警察多すぎやで、ここ。ちょっと待って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 、ちょっと一旦これカットやな。これ絶対カット。ぴゃーおー、カットしないとダメだよ、これ。カットカットカット、キットカットですよ、これ。ちょっと、やばいやばいやばい。ちょっと待って、もうほんと、ここやばいやん、このヒート、ハイヒートレースって。ほんと、目的地向かうまで大変すぎるって、これちょっと。このままヒートレベル5になる可能性だってあるやん。ちょっともうなんとかしてくれや、ちょっとこれ。おいおい、ポリスよ、ちょっと全員に賄賂を与えたいわ。全員に賄賂を与えたらちょっと大丈夫なのかな。てかこの状態でもレースに参戦できたらいいのに。あーもう前が見えない、前が見えない。ちょっともうとにかくありえないところを通って逃げていくといいんじゃないかなと思うんだけど、普通についてくるな、さすがやな。このレベルの警察になったら、あー大丈夫。あー、びっくりしたびっくりしたびっくりした、ただの行き止まりや。はいはい、ちょっと待って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 、もうちょっといい加減にして。ちょっとほんと一旦カットするよ、一旦カットします、ここ一旦カットしますね、皆さんね。よっしゃ、やっと逃走成功やって、もう結局ヒートレベル5になってしもうたわ、もうでもちゃんと逃げ切ったからね。もうほんともう大変でした。もうここ全部早送りで見せてるかもしんない、わかりません。もうちょっとどうなるかわかりませんけども、ちょっととりあえず逃げれたわ。はい、ではちょっと待って、ガソリンスタンドは行かないよ。目的地どこだっけ。ここです、ここで、ここに行きたかったんですよ、ここにね。はい、よし、じゃあ行こうぜ、今から行きましょう。こっちですね。いやもう大変ですわ、本当どれだけカットしたんだろう、もうとにかく結局ヒートレベル5になってしまったわ。はい、では今からですね、目的地もう一回行きましょう。今のところパトカーはいないですね、大丈夫ですね。はい、あ、また前から来た、もう本当これちょっといい加減にしてくれ、ちょっとマジで本当、ちょっと本当勘弁、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 もうダメだってダメだって、もう追いかけっこしたくないってマジで。隠れろ隠れろ。いや、なんであんなとこずっと張り込んでるん、ちょっと、おいおい、おいおい、ずっと張り込んでるやん。あんなどうやって逃げれって言うのよ、ちょっと、これひどくない？ちょっと、ここの赤いやつ、ちょっと待って待って、ああ、移動した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 。まったく、真剣に仕事するんじゃねえよ、もうちょっと怠慢やって、もうちょっと怠慢しろや、もうちょっと、もうちょっとサボれって。はい、来た来た、やっと来たわ、もうほんと。あ、やばいやばい、前からパトが来た、早く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 、よし、スタート、一人でプレイ。よっしゃ、やっと入れた、もうちょっとボコボコになっちゃった。さあやってきたぜ、ハイヒートレースの時間だ、楽しみですね。ちょっとボコボコのペルフォルマンテでごめんなさい、ちょっと修復するの忘れておりました。目標1位。さあここはどうだっけ、一発目からニトロやった方が良かったっけ、このコースは。よし、あ、そうだねそうだね、一発目から7キロニトロ使おう。よし、レッツゴー。あ、いつものやつがいねえじゃん、いつものやついないよ、いつものやつが、ちょっと寂しいじゃないか。あ、リナいた、リナいた、リナいた、リナ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 ってリナってるやつがいるぞ、リナってるやつが。よし、ここでいけ、俺もある程度あれから、ちょっとバガーニやっぱ早いな、ウラカンペルホルマンテでは相手にならんか、これちょっとやっぱ早いな、あいつ
よし、まあでもね、何が起きるかわからん。これ直角危ねえな。これちょっと一般道マジでちょっときつい。ちょっと一旦修復、一旦修復しました、一旦修復しました。これはやっぱりね、一般車最大の敵っていうのはやっぱりあながち本当間違いじゃない。皆さんこれはね、よくおっしゃっていただきます。いや本当その通りですよとよく言っていただきます。いや本当ね、青オーマイガーですよ。はい、いや本当にきついんですよ。うわ、1位のやつがシャズちゃんが、シャズちゃんが今警察に追跡されてるね。ここのコースは結構、おい、はいはい、どうでもいいどうでもいい、もう警察なんかどうでもいいんですよ今は。よしよしよし、警察官は今のところ大丈夫。はい、でここで次若干こっち、あ、もう 81% って、ここあそこのコースやん。ちょっと待って、これはやばいやばい。もうちょっと今ニトロ使っとかんとあかんわ。こんな短いハイヒートレースかなわんな。ちょっとこれよっしゃ、ちょちょ、よー、来た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 、やった、奇跡起きた、奇跡が、奇跡が起きた。ちょっと増援休校中になってるやん。ちょっと待って、逃げろ逃げろ、とりあえず逃げろ、とりあえず逃げろ、とりあえず逃げろ。よっしゃ、逃げ切ったぞベイビー、ありがとうありがとう。よっしゃよっしゃ、ちょっと待って、警察がちょっと赤色とピカピカやってる、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。よし次行こうぜ、次のハイヒートレース5どこや。よし、とりあえずヒートレベル3一旦、あ、ここら辺わちゃわちゃやってんね。ちょっと俺も危ないんじゃねえか、ここ大丈夫か。ちょっと今のうちちょっと離れとこう。とりあえずは、おいおい、警察だらけやない、これ。ちょっと待って、これはやばいな。よし、でも大丈夫、でも大丈夫。瞬速のサクビクトリア、あっという間にここを逃げ切ってみせます。はい、よしよし、かわいいぞビクトリア、最高だ。よしよし、ここでこれ大丈夫、ここ大丈夫。一旦ちょっと上行こう、一旦上行こう。ちょっと待って、とりあえずどこ行った？ヒートレベルの5がどこ？ヒートレベルの5、ヒートレベルの5がどこですか？これ見つけるの結構大変ですね、これね。どこですかね、どこですかね、ヒートレベルの5。なんかこの辺もパトカーすごいことになって、誰か捕まってんじゃないこれ。ヒートレベルの5がちょっと見つけられん。ちょっと待って待って、どうした？どうした？サクビクトリア。ヒートレベルの5がどこにある？あれ？ちょっと待って、ヒートレベルの5。そんなこと言ってたらお前パトカーどんどん集結すんぞ。ちょっとこれ、ちょっと待って待って。あれ？これカットやな。カットやな。キットカットやな、これ。カットカット、キットカットするわ、これ。ちょっと待って。やっと発見したわ。ここですよ、ここ。もう全然気づかなかった。よし、じゃあ今からね、ヒートレベルの5の会場。ぶっちゃけね、あの、右下の南東の方にあるヒートレベルの5のところ見つけるの1分以上かかった、俺。1分以上かかったわ、ほんと。やばかったわ。あー、ここじゃないね。ごめんなさいよ。はい、ではちょっとそこまで現地向かうんですけども、とりあえずもうここからはもうノーカットでいきましょう。結局さっきの警察から逃げるシーンも早送りにしてるかもしれないし、もう完全にバッサリカットしてるかもしれないし、ちょっと分かりませんけども、とりあえずまあいいようにしていると思いますんでね。はい、よっしゃ、危ねえわ。でもほんと怖えわ。オーマイガー、ちょっと待って、今何が起きた今。でも初めて勝ったね、ウラカンで。でも結構奇跡、あれも、これも結構7キロニトロのおかげで勝ったっていうのもあるから、やっぱり7キロニトロ最強、おいおい、7キロニトロは最強ですね。うん、よし、とりあえず、ここからちょっと長距離になりますんでぶっ飛ばしていきましょう。こちら辺はね、ちょっと今警察のパトロール、警察のね、管理下にはなってない。こっちはちょっと今無法地帯になってるから、今このまま速攻で現地に向かって、最後に、まあ、勝てばいいかなと。ああ違う違う、最後に目的地に無事着けば、あ、とりあえずレース中に追いかけっこになってもそれはそれで全然構わないんでね。うん、あとはもうパトカーに、邪魔だ、パトカーに見つからない程度に。あれ、ちょっと待って、今なんか、あ、ちょっとなんか挙動がおかしくなった今一瞬。大丈夫ですか、これバグじゃないよね。大丈夫ですね。今から最強のレースに挑むのにちょっと挙動がどうとか言ってる場合じゃないからね、これ本当に。よし、いいぞ、ヒートレベル5、まもなく着くぞ。ここで右ですね、ここで右。はいはい、ちょっともう道路に行くとちょっと見つかりそうなんで、ちょっとショートカットします。はい、危なかった。いやー、でも今日1位取れた、初めて1位取れたわ、ヒートレベル3だけど。でも次5で1位取ったら、このランボルギーニ・ウラカン・ペルフォルマンテ最強説は提唱されますね。邪魔だ、どけどけ、お前ら邪魔だ。よし、さあ、まもなく到着しますよ、ヒートレベル5。いや、もうこれはね、もうまだね、僕の技術ではヒートレベル5にはまだまだ及ばない可能性もあります。はい、ただまあアルティメットパーツをどん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 解放していきたいっていうのは、まあ、私の目標でもありますので、まあ、最強のマシンをいっぱい作りたいわけですよ。はい、なのでね、その辺は、あ、どっちですか、こっちですね、肝に銘じてね、頑張っていきたいと思います。あ、ポリがいるぞ、ポリがいるぞ。ちょっと待って、あれもちょっと張り込んでんな。移動した、大丈夫。あ、オッケーオッケー、大丈夫、こっちから行こう。怖いよね、張り込まれてるとね。あれやっぱなんかこういう風に
張り込んでるんだろうな、わざと。あ、でもここちょっと待って、これをごめんなさい、負けるかもしれん。ここめっちゃ苦手なやつだわ、これ。はい、ということで今からね、走っていきます。本日ラストヒートレベル5のレースになりますね。ミレニアムフォースということで、今から頑張っていきましょう。よっしゃ、頼みます、お願いします。どうかウラカンペルフォルマンテで優勝しましょう。よし、行こうか。本日ラストレース。おっと、488がかっこいいじゃねえか。誰が乗ってんだ。そういえばさっきリナちゃんに勝ったもんな。パキル来い、パキル、パキル、パキル来い。おいおい、ムービー撮ってるか。カッ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 、パキル、パキル、パキルいないっぽいな。パキル、おい、パキル、おら、おー、あっ、ペイ、いた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 、パキルだ、パキル、邪魔てることだ、パキル。おい、よし、おい、リナ、リナ、潰すぞ、リナ、リナ。よっしゃ、ここで、ここで一直線、ここでまずニトロよ、ここでまずニトロ掴んでる。ここはただ対向車注意よ、対向車注意よ。あー、これよ、ちょっとマップを全然見てなかった。もうちょっと、あ、マップじゃない、マップを見すぎてた。ちょっと待って、いやもうこれちょっとね、もう、いや言い訳はしないわ、これはちょっとね、大証明書、ここはもうモザイク入れた方がいいかもしれんな。もう衝撃的なシーンだったね今ね。はい、さあでもね、さっきみたいに奇跡が起きる可能性だってあるから、何もね諦め必要ないんですよ。諦めたらそこで試合終了ですよ。それはね、全くもって諦め必要は。邪魔だ、パトッカーってめこの野郎。今はパトカーなんか全然怖くないからね。パトカーよりもさ、パキー、おいおい、リナめっちゃ速いやないか。ちょっともう一回ニトロ使う。いつの間にかお前ニトロがもう溜まってたわ。これまだ対向車線ダメ、対向車線ダメ。こっち行ってこっち行って、はいはい。7キロニトロ結構いいやないか。7キロニトロ。もうマップ見てない。もうマップ見る時間がないわ。よーし、いいぞ、いい感じの順位上がってきた。さあどうや、ヒートレベル、はい、ヒートレベル5の走行車両にぶつかるや。誰かちょっとパキールあたり誰かぶつかる。なんで俺やねん、なんでやねん。よし、はい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 、いいよいいよ、いい感じや。でももうダメだ、ダメだって、これダメだ。ちょっとビクトリア、おい、みんなちょっと誰か逃走成功とかどうぞ。おいおい、誰や、ちょっと今潰すぞ。おい、誰がぶつかってきた今。ちょっとこれはきつい、あのぶつかるのはきつい。最初の一般車でぶつかったんが、あれでもう全て運の尽きやったな。これはあかんな。でもなんとか奇跡を起こせ。よし、いいぞ、ニュースや、奇跡を起こしてくれよ、どんどん。もうこれマップ、もう前が見えへんが、ちょっとどうしたん今、誰かひっくり返ってた。ケリスか今の、ケリスがひっくり返っとったんか今。大丈夫ケリス、大丈夫か、傷は浅いぞ。これニトロあるんだけどさ、使うの怖い。もう一般車邪魔だ、どけ。ハイヒートレースやってる時一般車やれ、やめろ。はい、ちょっと待って、これでこれもう負けやで、負け決定やで。お前邪魔だ、警察。よしよし、ここで行け、ここでニトロもう一回。あー、やばい、これ直角90度で曲がるコーナーかな、それともストレートいける、ストレートいける。もう全然ダメやねんで、7位やから全然ダメやねんで、もうこれは絶対ダメやねんで。ただ最後、お、リナフィニッシュやん。リナフィニッシュやん、これ。おいおい、もうこれ完全にダメだな。奇跡やっぱり大きいんだ、なかなか。なかなか、おい、お前邪魔だ、お前邪魔だ、お前弱、じゃめこの野郎。あー、もうこれは完全にダメだ。このまんまもう終わりやん。これ、全然あかんがな、これもう。ここダメだな。これほんとさ、思うんだけど、あ、やばいやばい、警察ばっかりや。ほんと思うんだけど、ヒートレベルどんどんやらしてほしい。これなんで、あれなの？5が終わったらさ、普通に終わっちゃうのかな。まあいいわ、ちょっと罪滅ぼしにこれやるわ。イーグルなんかよくわからんけど、もうついでにこれやって終わろう。もう今日ダメだ、ハイヒートレース負けです。はい、もうこれダメです。よし、ここやろうぜ。よしよしよし、いいいい、もうここでいい、ここでいい。もう罪滅ぼしでここで勝って終わるわ、もうとにかく。もう全然ダメじゃん、もうほんとマジで困るわ。よし、やっていくか。もうこれはもうね、あのハイヒートレースじゃないですよ、最後の最後でハイヒートじゃないからね。はい、ということで、もう最後はね、もうあのハイヒートレースじゃないけど勝って終わりましょう、もう本当にこれは。はい、ではね、余裕で勝てると思いますんで、もうニトロ縛りでもしましょう。はい、マシンレベルの推奨レベルってなんだっけ、忘れたね。はい、忘れましたけど、もう推奨レベル、ニトログリセリン、ニトロパワーを使わないという縛りプレイで最後勝ちたいと思います。これがね、このライダーとかマテオとかリコとかね、こいつらに対する
まあ、ちょっとしたハンデと思ってね、まあ、こいつらにもね、ハンデをあげないと多分ね、ウラカンペルフォルマンテには勝てないと思うんですよ。はい、なのでね、とりあえず今から勝ちたいと思います。はい、ではね、このまま勝てるかどうか分かりませんけどもレースやりたいと思います。もしこれで負けるようなことがあれば、全カットします。全カットします。はい、ほらほら、もうニトロ全く使ってないけど、てめこのるちゃん、またてめこのる、潰すてめこのる、よっしゃー、ザラメロライダーはこれで逮捕されました。皆さんの正義の味方仮面ライダーは先ほど逮捕されました。今頃ニュース速報でプル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 って仮面ライダー容疑者道路交通法違反で逮捕って出てます。はい、今頃ね、ライダーが順位、てめえ潰すぞ、てめえ前に出るな、待てよ、ちょっと待てよ、お前ちょっと待てよ、よし待てよ待てよ、お前潰すぞ待てよ、あーちょっと待て、ここやばい、僕が死んでしまいそうなんですけど大丈夫ですか。あ、ライダー、おー、命からがら逃げ切ってきたな、ライダー、てかやばいぞ、俺次事故ったら死ぬぞ、事故ったら死ぬぞ、あ、ヒロシ、ヒロシ、てめえこの野郎、あ、私を守れ、てめえこの野郎、ちょっと待って、はい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 、ガソリンスタンド、ガソリンスタンド、ガソリンスタンド欲しい、ガソリンスタンド、ガソリンスタンドがやばい、ガソリンスタンドやばいぞ、なんとか見つけろスタンド、セルフサービスでもいいからガソリンスタンドを見つけるんだ、ちょっと待って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 、やばい、ちょっと待って、はい、ここでライダーもう一回潰されたいとか、おいシカゴ、これ見よがしにビクトリアを潰しに来たな、お前ら後で覚えてるよ、ビクトリアになんかしたらどうなってるか分かってんだろうな、イギリスの女帝が来るからな、大丈夫か、ここはパームシティだからジュリアが来ないと思ってた大間違いだ、ジュリアはゲームを超えて時を超えてやってくる、そうタイムトラベラーだ、よっしゃライダー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 潰せ、もう1位どうでもいい、ライダーを潰す、ああああいや、なんとか生きてるぞ、大丈夫か、大丈夫か、いつの間にかに修理キットも使ってるぞ、大丈夫か、ビクトリア、これ次の事故でもうほぼほぼ、次の事故でほぼほぼ死ぬぞ、ビクトリア、大丈夫か、よし、もうなんとでもなれ、もうなんとでもなれ、これはもうニードフォースピードヒートや、ニードフォースピードヒートやからなんとでもなれ、もうやばいから、もうやばい、死ぬぞもうアンコントローラブルなんです、もうこれはアンコントローラブルでどうしようもないんです、皆さん、もうとんでもないことですよ、やばいよ、はい大丈夫です、これ無事ゴールできたら奇跡と思ってください、もうこれ、ああもうはいはい、ちょっとガソリンスタンド、ガソリンスタンド、ちょっと皆さんガソリンスタンド、ちょっと全然ガソリンスタンドないやん、あるやん、あるけどこれ多分もうダメだ大丈夫、ルーカスは何でも直すよ、頼むわルーカス、直してくれよルーカス、新しいドーナツ買ってやるからなルーカス、直してくれたら新しいソファーとピザも買ってやるぞルーカス、心配すんな、保険で修理費カバーできる冗談だ、いつの間に保険入っとったんや、ビクトリア印鑑をした覚えないぞルーカス、はい、ということで今日はですね、ちょっと無様なレースになってしまいましたけども、でも最初のハイヒートレース3で、まあなんとかね、ゴールできたんでいいんじゃないかなと思います。はい、まあゴールというかハイヒートレース3でとりあえずまあ奇跡の優勝をしたということで、なんとかね、まあいけるんじゃないでしょうか。はい、ハイヒートレース後はもうとんでもない、ことになりました。まあやっぱりね、対向車最大の敵ですよ、対向車に勝てることはまずない。そして最後のお遊びレースですね、お遊びレースでも完全に優勝する気のない遊びのレースでしたけども、最後はなんとガソリンスタンドの壁にぶつかって自滅と、そして、ルーカスが保険で直してくれました。ああ、ビクトリア、首が痛い、腰も痛いな、ちょっと病院行かないといけないね。はい、ではですね、パフォーマンスです。これで、新しいパーツが手に入ったって今さっき出たけど、違うのかな？なんか不安定なパーツがどうとかってなんか、出てこなかったけど、大丈夫でしょうか？まあでも自滅だったらいいよね。警察に捕まって、まあ前科がつくよりはね。まあ前科、まあ何パンかあるんだけどね、ビクトリアは。はい。ではですね、まあとりあえず、まあ一連の流れ今回、まあ NSX のタイプ R でレースして、日産 GTR の、あ、ごめんなさい、スカイライン GTR の32でレースして、そしてまたハイヒートレースに帰ってきてということで、また今度は車を買うかもしれませんし、とにかく、ハイヒートレースはまたこれからも継続してやっていきます。いろんな普通の一般的なレースもどんどんやっていきます。そして前から言ってますけど、この、まあこういったペイントとかフラミンゴ、これもね、皆さんと雑談しながらやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は本当に暴れ回ったレースでしたけども、まあ今日の、まあ取れ高は最初のハイヒートレース3のゴールということにしましょう。そういうことにしましょう。はい、ということで皆さん元気ですか？風邪ひいてませんか？インフルエンザ大丈夫ですか？体調管理十分気をつけて元気で幸せな毎日を送ってください。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。